はいどうもこんにちは、カジマックです。月末恒例カジマックのお小遣い帳やっていきたいと思います。っていうかほんとここ最近動画撮る時間全然なくて、撮りたい動画や撮らないといけない動画どんどん溜まってきてます。明日は少なくても2本は撮りたいと思ってるんですけど、早く撮らないと開けられない箱もあるんでね。で、あとね、ありがたいことにまたちょっと商品のご提供もいただいてます。ただ商品のご提供ってほんとありがたいし、マック貯金してる僕にとってめちゃめちゃ助かるんですけど、あんまりやっぱりそればっかりには偏りたくないんですね。ほんとこれ生意気なんですけど、興味を持てないものや品質的にどうかなって思えるものに関しては、まあほんと生意気なんですけど、どんどん断ってます。できるだけお得だったり面白かったり、そういったものだけ僕なりに厳選していきたいと思ってますんで、また商品提供の動画もお付き合いいただけるとありがたいです。っていうのも、ほんとここ数ヶ月、マック貯金のためにめちゃめちゃ財布の紐締めまくってるんで、今月も全然買い物してないんですね。今月新しく手に入れたもの、このね、エクスペリア Z3 ありますけど、これに関するアクセサリー類は家の経費から出してもらいました。なんで今回もめちゃめちゃしょぼいお小遣い帳なんですけど、月末恒例なんでやっていきたいと思います。一応このコーナーの趣旨は説明欄に書いておきたいと思います。はい、それでは行きますよ。月末恒例カジマックのお小遣い帳スタート。まず最初はモバイルネットワーク迷いの森から抜け出した僕が唯一契約してるモバイルネットワーク、 Y モバイルさんのポケット Wi-Fi 305ZT、 基本使用料2241円です。でね、僕がこれを契約した100円 PC 市場さんでは強制加入のオプションがあったんですね。契約月の翌月まで無料なんで、いらなければ解約してくださいって言われてたのに、僕すっかり忘れてました。ちゃんと計画的にしないと無駄な出費が増えるっていうことですね。はい、その解約し忘れたオプション、ライフサポートが324円でした。そして先月購入したクイック集、これが2つで3090円です。で、最後に結局全然使ってないこのフレキシブルアームホルダー、これのお値段が1380円でした。もうほんとこういうのって買ってみないとわかりません。これから何かしら活躍はしてくれると思うんですけど、最初はカンペ代わりのスマホを固定するつもりで買ったんすよ。買ったんすけど、使ってないっていうね。ちょっと硬くてね、なかなか気持ちのいい位置に来てくれないのと、これぐるぐる巻きにしてるのね、思ったよりも長かったっていうのが理由です。ただこれ物としてやコスパ的にはいい商品だと思いますんで、そのあたりは誤解のないようにお願いします。はい、ということで今月は以上です。僕のお小遣いからの支払い合計額は7035円でした。ほんとマック貯金頑張ってるでしょう。なんでおそらく2月下旬か3月の上旬には僕の手元にマックがやってくると思います。一言でマックって言っても色々あるんで、今ほんとめちゃめちゃ迷ってます。ぶっちゃけ今回購入するマック20万円ぐらいが上限かと思ってるんですね。それでもね、半分ほどは家から借りてローン組ませてもらうつもりです。要は毎月のお小遣いから支払っていこうと思ってます。あ、ちょっとね、脱線しますけど、いい機会かもしれないのでね、ちょっとだけ言いにくいお話ししておきたいと思います。もう皆さんもご存知かと思いますけど、 YouTube に動画投稿してると収益が発生します。要は広告費の幾分かが動画投稿者に支払われるようになってます。で、僕の動画もそのプログラムに参加してるんで、これ規約があってその金額とかは言えないんですけど、いくらかは収入を得てます。ただあくまでこれも僕の個人的な環境下での話なんですけど、動画投稿ってめちゃめちゃ家族に迷惑かけるんですね。単純に仕事しながら動画撮ってると家のこと全然やらなくなってしまいます。これも個人差あると思うんですけど、僕の場合手が遅いんでね、その分たくさん時間を使うんですね。なんで実は YouTube での収益は本業でもらってるお給料と同じく全て家に入れてます。
だから何っていうお話なんですけど、このあたりちょっと話しておかないと、このお小遣い帳のコーナー自体なんか変な感じになっちゃうんで、一応話しておこうと思ったわけです。ほんとたくさんの方にご覧いただけてこその広告収益、もうほんと心から感謝してます。これね、例えにくいんですけども、昔僕バンドやってたんですけどね、ライブやったりするとギャラをもらえます。これね、来てくださった方にめちゃめちゃ感謝してるんですけど、その反面なんか申し訳ないような気分になるんですね。なんかね、そういう感覚と似てるんですけど、ほんと皆様には感謝してます。ただこれ言っちゃうとほんと叱られそうなんですけども、ぶっちゃけてお話しするとね、バイト行った方が儲かるのは事実です。でも動画投稿ってほんと楽しくて、これからも趣味の範囲内で続けていきたいと思ってますんで、なんか今回の動画自体変な感じになっちゃったんですけど、これからもお付き合いいただけると嬉しいです。はい、ちょっとマックに話戻しますね。ということで、あと1ヶ月ほどで購入しようと思ってる Mac、 これ最高頑張っても20万円程度なんで、 MacBook Pro の15インチの何もカスタムしない最安モデルあたりが上限かと思ってます。でもね、ファイナルカットも初めから欲しいし、それだと予算オーバーなんですね。なんでちょっと迷ってるのが、今回は MacBook Air のそんなにお高くないの買っておいて、また半年後なり1年後なりにちゃんとしたの買おうかなと思ったりもしてます。僕がちゃんと使いこなせない可能性もあるからです。まあ、なんせ今 iPad mini しか持ってないんで、 MacBook Air でも十分スキルアップできるんじゃないかと思ったりもしてるんですけど、甘いっすかね。で、素人なりにカタログスペックの数字だけ見てると、 MacBook Air と MacBook Pro じゃ全然数字も違うし、ほんと迷子になってます。まあ、まだもう1ヶ月あるんで、後悔しないようにしっかりと迷いたいと思ってるんですけど、またコメント欄にアドバイスなんかいただけると嬉しいです。はい、ということで、ちょっと雑談もいっぱい入っちゃったんですけども、2015年の一発目、月末恒例なのに、おそらく日付変わっちゃってると思うんですけど、カジマックのお小遣い帳でした。はい、今日も最後までご覧いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。カジマックでした。